はい。皆さん、こんにちは。ネットウィスアナレスト、横田修林です。えー、今日はですね、あの、先日、福島の方に行ってて、見つけたものをですね、今日はちょっと見てもらいたいんですけど、えー、こちらのものになるんですね。ちょっとご覧ください。はい。じゃじゃじゃんということで、えー、ちょっと拡大しますが、わかりますかね。これ、あの、ファミリーマートなんですね。ファミリーマートに行ったら、 こういうものが置いてましたっていうことで、ちょっとれ筆行くとボ,ボ,ボケちゃいますね。何が置いてあったかっていうと、ちょっと拡大したのがあるので、見てください。はい、こちらです。じゃじゃん。はい、えー、ファミリーマートのカード作りませんかっていうところの横に、ここにですね、えー、婚活というものが置いてあるのがわかると思います。えっ、ー、とですね、ここ見ると、ちょっと拡大してますね。 こんな感じ拡大してみますよ,よいしょはい「ふく,ふく婚活」とかっていうふうに書かれていますがこういったものが置いていましたはい分かりましたつまりファミリーマートっていうのは全国チェーンの大きい会社さんであるにもかかわらず地元福島の人がやっている婚活の、えー、このようなチラシを置かしてもらっているんです ファミリーマートっていうのは、あの、イートインスペースがありますよね。で、そのイートインスペースのとこに、このファミリーマートのカードと、これが一緒に置いてあったわけです。つまり、その、あの、うと、そこで食べてる人に対してですね、あの、持ってって帰ってもらおうとううに入れてるわけですよ。置いてるわけですよ。ってことは、ここにこういうふうに置けるってことは、一般の人もファミリーマートさんにお願いすれば、置ける可能性があるっていうことですよね。 で、これは、前にあの、セブンイレブンの方で、あの、連絡、というか、電話、あの、この、YouTube で動画を撮ったことがあるんだけど、それと同じで、これは、あの、店長判断なんで、店長さんに交渉してですね、えー、いいですかってことになれば、お貸してもらえるわけです。で、これあの、一人がお貸してもらったら、もう、成事術があるので、今度二人目にですね、あの、何か、こう、 私もお貸し欲しいんですけどってことは言いやすくなるわけですね。で、これは、あの、3人4人また来るとですね、大変になってくるので、まあ、2人ぐらいが限界だと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、あのー、皆さんも交渉してみる価値があると思うんですね。なので、コンビニに行くと、あの、こういうものがね、お貸してもらえるかどうか、スーパーとかが、 で、お、置いてる場所があるかどうかっていうのをね、えー、ぜひチェックしてみると、えー、意外にこういい反則メディアっていうのが作れるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ参考にしてみてください。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。